霊視検査の結果が出ました。久我山リオンさんがかかっているのは転出期とみて間違いありません。やはりそうですか。転出期、それって一体？悪魔付きなら映画とかオカルト話でたまに聞くけど、その天使版というのが分かりやすいでしょうね。天使のような翼とともに人が何らかの異能を宿す現象。ひとたび宿主となれば、自らの意志に関わらず、あまたの災厄を振りまく。何件か前例もある、怪異の侵食による症状よ。やはり異界が関わってやがったか。でも、人間に異能を与えるなんて。ええ。普通のグリードでは、なし得ないことだと思います。過去の例と同じく、グリムグリードの仕業と見て、間違いないでしょう。そんな。シャレになってないんだけど。それじゃ、廃工場に現れた天使ってのがそうなわけ？いえ、話を聞く限り、眷属クラスだと思われます。波のエルダーグリードを凌駕するほどの相手でしょうが、おそらくリオンさんはどこかで元凶の接触を受けたんでしょう。そして天使付きにされて異能を手に入れてしまった。装置は聞く人に影響を与え、異界化すら発生させるような最悪の歌声を。それが一連の事件の背後にあったからくりだわ。くそ。状況は分かった。このままだとリオンさんはどうなってしまうんですか？転出期は言うなれば人を眷属に変える現象です。いずれは天使そのものと化し、異界の住人となる可能性すら。そういや、昨日のあいつについては柊木先輩たちには心当たりがありそうだったけど。あの白装束か。ええ、当然知っているわ。彼らの名称はクロノス・オールデン、教会が有する武装騎士団よ。教会？それっていわゆる精霊教会のこと？ええ、欧米圏において広く普及する世界的な宗教。その本山が独自に運用する異界に対しての実行部隊。裏の世界ではネメシス、ゾディアックと並び立つ第三勢力として知られているわ。異界に関わる第三勢力。そんな連中までいるのかよ。ネメシスとゾディアックは対立しつつも協力関係にありますが、刻印騎士団、通称オルデンは両勢力にとっても謎めいた勢力です。分かっているのは、異界の封印を絶対目的とする彼らの基本的なスタンス。そしてネメシスの執行者やゾディアックの実行部隊をしのぐほどの戦力を有しているということです。彼がなぜあの場に現れ天使を退けたかは分からないけど、おそらく時期が来たら確実に動き出すでしょう。一切の慈悲も憐憫もなく、異界とそれを生み出す原因をこの世から断ち切るために。そこまで？なんか聞けば聞くほどヤバそうな気がするんだけど。どうだっていい。あの白いのが何者で何を狙ってようが知ったことか。
久我山はあれからずっと眠っちまったままだ。今夜の記念ライブへの参加は正直言って絶望的なんだろう。だが俺は約束した、あいつの力になるってな。だったら何としても事件を解決してあいつをライブに出させてやるまでだ。それが俺たちにとって最初の山なんじゃないか。あ、時坂くん。なるほどな。祭りと喧嘩は最初が肝心、見過ごすわけにはいかねえな。私も賛成です。楽しみにしているファンの皆さんのためにも。まあ僕も最近スピカはそこそこ気に入ってるからね。力を貸すのはやぶさかじゃないよ。まったくあなたたちは。私たちだけではここまで思い切りよく動けなかったかもしれませんね、お嬢様。天使付きの元凶と思われるグリムグリードは市内のどこかに潜んでいるはずよ。時坂君、具体的にはどうする？そうだな、まずは久我山の現状を家族やスピカメンバーに最低限伝えてやるべきだろう。合わせてあいつがいつどこで元凶と接触したか、その手がかりもつかみたいところだな。へえ、もっともらしいじゃない。依存はないわ。できれば昨日逃げたという天使型の眷属の行方も突き止めておきたいところね。なるほど、了解だ。とにかく動くしかねえだろう。まだ午前中だが、ライブが夕方からと考えるとあまり時間はねえ。はい。京香さん、各種手配をお願いしてもいいですか？はい、お任せください。それと天使付きの症例を抑えるためのスタッフを。すでに手配しておいたよ。ミクリア様。トモアキさん、ゾディアック所属の専門家を手配させてもらった。これから天使付きを一時的に抑制する術式を施す。しばらくの間侵食の進行を遅らせられるはずさ。そんなことができるんですか？なるほど、結界術を応用したゾディアックの医療術式ですか。助かるっす。どうか久我山をお願いします。ふん、君たちも頑張りたまえ。京香君、君の方は情報規制に回るといいだろう。人気グループのメンバーのトラブル、マスコミに嗅ぎつかれたら面倒だ。承知しました。お嬢様、よろしいですか？ええ、こちらも情報収集をお願いするかもしれませんし。友明さん、それではよろしくお願いします。ふん、君こそね、僕の可愛いファムファタル。
高熱で倒れて病院に。連絡がつかないと思ったらそんなことになってたなんて。ライブは記念ライブには間に合うのかい。難しいみたいっす、今のところは。そんな時坂さん、君らか。今の本当なんですか。リオン先輩が高熱で倒れたって。こうしちゃいられない。プロデューサーに連絡しないと。すまない君たち、ちょっと席を外させてもらうよ。あの、時坂さんでしたか。できれば詳しい話を教えていただけませんか。リオンのことなら私たちにも聞く権利があるはずよ。ああ、了解だ。二人ともプロとして揺るぎない眼差しをしている。ええ、なかなかの人物みたいです。リオン先輩が…すまねえ、任せろって言っときながら。いえ、教えてくれて本当にありがとうございました。驚きましたけど、状況が分かってよかったです。最近妙なことも続いていたし、心労がたたったのかもね。だったらそう言いなさいよ、バカリオン。その妙なことですが、いつ頃から起きていたんですか。この2週間くらいかな。ちょうど温泉旅行が終わった後くらいからです。毎回ライブで何かが起きてしまって。そんなの偶然に決まってるでしょ。まったく、どうしてそれがあの子のせいになるんだか。ええ、でもリオンが気にしていたのは確かよ。一昨日のミニライブでは怖がってるようにも見えた。そうなのか。そういえばお二人はリオンさんとの付き合いは長いんですよね。ええ、養成所からだから5年くらいの付き合いかしら。ま、当時から私とあの子は全然ソリが合わなかったけど。レイカ先輩、 NG 発言きた。嘘ばっかり。お互い張り合ってばかりいるのに、苦しい時は励まし合ってたよね。それは。ええ、だから腹が立つんじゃないの。あ、でもそういえばレイカ、私たちのデビュー当時。あ、そうか、そういえばそうだったわね。何かあるのか。はい、実は3年前、私たちがデビューしてまだ間もない頃なんですけど、今回みたいな異変が重なったことがあったんです。なんだって。あ、本当ですか。私も初耳だけど。あなたたちにも話したことはなかったわね。その時起きていたのは音響機器の異常くらいだけど、デビュー直後で私たちもまだ噛み合ってなくて、余計にナーバスになってね。でも落ち込んでいた私とレイカにリオンが喝を入れてくれたんです。私たちはまだ何も持ってない、だったら開き直ってとことんやるしかないよって。そんなこと言われたら、まあ開き直るしかないじゃない。そしたら妙に噛み合うようになって、ステージも成功続きになって、気がついたら変な出来事とか全然起きなくなっていたわね。そんなことがあったんですか。ちょっと羨ましいかも。いい話だが妙だな。ええ、3年前にも同じようなことが起きていた。だけど森宮市で異変が起きたのは今年からだったはずよ。この食い違い、ヒントになるかもしれませんね。
あんま邪魔しちゃ悪いし、そろそろ失礼させてもらうぜ。記念ライブ、どうか頑張ってくれ。あの、皆さん、ずうずうしいかもしれませんが、一つお願いを聞いていただけませんか？お願い？俺たちに？私たちは記念ライブの最後の準備を始めないといけない。だから代わりに伝言を届けてほしいの、リオンに。勝手に一人で抱え込んで、挙句に倒れたりなんかして、文句の一つも言っておかないと気が済まないのよね。素直じゃないんだから。リオンは絶対にステージを諦めないと思うんです。誰よりも歌うのが好きなあの子が楽しみにしていた大舞台ですから。うん、先輩なら張ってでも来そうかも。歌うことにかけてはものすごく意地汚いし。もうアキラちゃん。でも私も不思議と信じられるんです。きっと最後はこのステージでみんなで歌っているだろうって。そう、リオンさんも喜ぶでしょうね。ったく、ほんと眩しすぎるっつうか。そうだなあ、君ら、どうせ伝言するならこういうのはどうだ？他に上手い歌い方がないか一人で練習してたんだけど、結局いつものカラオケでも変なことが起き始めちゃってね。時坂たちじゃないか。ああ、あの蓮向かいの建物に部屋を借りててな。しかし休日とはいえこんな場所でどうしたんだ？久我山？ああ、たまに見るぞ。ちょうどそのカラオケによく出入りしているみたいでな。前に夜遅くに見かけたから一度注意したこともあるんだが。それがどうしたんだ？
やれやれ、世話しない奴らだな。 XRC ザナドゥリサーチクラブ、改めてお手並みを拝見させてもらおうか。
戻ってきたか。成功したみたいね。篠宮君、そちらに転送するわ。追跡をお願いできる？ OK。 僕の強化パッチを当てた探知アプリの性能を見せてあげるよ。アリアドネっつったか。ヒイラギも使えたんだな。ええ、もともとネメシスが開発した対異界魔術だしね。ライセンス料を払う形でゾディアックでも使っています。裏の世界の沙汰も金次第か。とにかくこれで元凶の尻尾はつかめたわけだな。はい。ですが、あの天使型の力は魔女の眷属を超えていました。霧ほどの影響はありませんが、総力を挙げて挑むべきでしょう。ああ、覚悟を固めて乗り込む必要がありそうだ。いよいよ決戦ですね。お疲れ様です、お嬢様。京花さん、お疲れ様です。もしかして？はい、先ほどリオンさんの過去の調査が完了しました。そちらの状況はいかがですか？ええ、こちらもちょうど眷属の捕捉に成功しました。これから早速追跡を。そうでしたか。京花さん、リオンさんの過去について報告いたします。東京迷彩の被災者というプロフィールを足がかりに調査を行った結果、ゾディアック内のデータベースに彼女の名前が見つかりました。ゾディアックの？どういうことですか？10年前、重傷を負ったリオンさんは森宮総合病院に運び込まれたようですが、手術後ごく短い期間、異変が発生していたそうです。今回の一連の事件と酷似する声が起点と見られるものが。それってまさか。天使付きは言うなれば人を眷属に変える現象です。いずれは天使そのものと化し、異界の住人となる可能性すら。10年も前からあいつは天使付きだったってのか。どうしてそんな情報が今になって。森宮総合病院は北斗の出資先、異界症例ならもっと早い段階で出ていてもおかしくは。それがごく最近、意図的にデータが抹消されたようなのです。データベースへのアクセス権限を持つ何者かによって。気な臭くなってきたな。まさかオルデンが。いえ、さすがに部外者がゾディアックのデータベースを改ざんするのは不可能なはず。まさか。目標の進路を確認したよ。方角は森宮総合病院だ。目が覚めたかい？誰？ひょっとしてファンの人だったり？悪いが、低俗な出し物には興味がなくてね。僕が認めているのはあくまで君の歌声。世界すら変えることのできる天からのギフトだけさ。は？意味不明なんですけど。それに低俗って言った？あなたにスピカの記念ライブ。おっと、無理はやめたまえ。それにもう手遅れさ。
そろそろ始まる時刻なんだろう。悲しむことはない。むしろ君は喜ぶべきさ。新たな存在に生まれ変わる、輝かしくも記念すべきこの日をね。何のこと？おかしなことばっかり言って、あなたひょっとしてそれ系？そう怖がることはない。君もとっくに気づいているんだろう。全ては10年前、天使をその身に宿した時から始まっていたこと。天使…言ったろ、怖がることなど何もない。その力は実に素晴らしい。君にとっても僕にとってもね。さあ現れたまえ。これなるは目覚めの時。今こそことほがせてもらおう。さあ見せてくれ、その翼の真なる輝きを。シノゴの言ってる暇はねえ。とっとと病院に向かうぞ。ええ、通りに車も手配しました。急がないと。え、お前は廃工場で見た。クロノスリッタ。どうやら先を越されたようだな。手負いの剣作、この手で滅するつもりだったが。あんた、大胆不敵な野郎じゃねえか。刻印騎士、一体どういうつもり？どこまでオルデンはこの剣に関わっているのですか？ネメシスの霊剣使い、ゾディアックの白の巫女よ。お前たちに用はない。トオ、この先は死地、かの魔女をも超える最悪が待っているはずだ。表の人間の身でこれ以上関わるつもりか、 XRC 部長。 XRC のことまでわざわざ調べたってわけ。危険なんざ宣告承知だ。それでも俺たちは選んだ。だからこそここにいる。久我山とスピカたちの思い、ファンたちやライブを応援する森宮のみんなの思いも受けてな、時坂くん。言うじゃねえか。あんたには昨日助けてもらったが、止めようってんなら話は別だ。通用するかわからねえが、相手になってもらおうか。私も助立します。まあ、荒事なら加勢させてもらうぜ。ん？ちょ、こんなところで。出るなら私が。
いいだろう。ならば示してみせればいい。お前たちが届くかどうか、さもなくば天使付きは私が滅する。あいつ、彼は本気よ。少なくともオールデンならば。とにかく急ぎましょう。先を越されないためにも。